皆さん、こんにちは。ワンダルグルビッシュです。では、今回は、ハーツ・オブ・アイアン4、都道府県ごと続きをプレイしていきたいと思います。前回は、今後の方針というところの部分と、あとは、基本的な国家方針の策定、さらには、軍備増強というところを進めようとしていたところだったのも、だったと思いますので、今回はね、その続きで、やっていきたいと思います。ハーツ・オブ・アイアンはもう本当に戦争が始まる前までに準備をいかに、きっちりやっておけるかっていうのが全てなんじゃないかなと思ってるので、そのあたりはね、念には念をというところになるんですけど、千葉県っていうその環境を見てみると、3方向を海に囲まれているので、海軍戦力、あるいは海岸防衛、もうやっていかなきゃいけないんじゃないかなって考えると、もう師団数がね、全然足りないんですよね。あとはもう敵をね、それこそ絞る。複数の敵と戦うのはかなり厳しいと。ということで、原則は援交均衡策を取りつつ、敵対するのは一勢力のみという形にしていきたいなと思っています。で、そういう意味で言うと、外交ですよね。見ておくと、例えば茨城であれば、どこからも独立保証を受けていないんですが、埼玉になると、東京都から独立保障を受けているので、いきなり埼玉と戦争を始め出すと、東京都も敵に回すことになるということになるので、それは絶対に避けましょうというところで、今後の基本的な方針としては、神奈川、こことはね、仲良くしておきましょうというところで、東京都を牽制するという意味と、茨城を攻める上では、この茨城ですよね。茨城とも仲良くしておきたいなと。違います。茨城を攻める上では、この栃木、福島と仲良くしておきたいなというところですね。では、国家方針ですね。次のを入れていきましょうか。今は、京葉工業地域の食品加工業を入れたので、次に何を入れるかなんですが、どうしようかな。京葉工業地域の化学工業。これ入れると、軍需工場1獲得というところになるんですが、その他で見ておくとどうだろう。陸軍にすると、建設スロット2、軍需工場2。同じ70日でこっちの方が圧倒的にいいね。海軍か陸軍かっていうところで、まず、選択するところが出てきますけど、まずはじゃあ陸軍にしちゃいましょう。これで、建設スロット2獲得できれば、本当にありがたいので。なので、外交政策は、福島、栃木、あとは神奈川と仲良くしておいて、茨城、ここを、威圧しつつ、そこの戦いが終わったら、埼玉、東京、ここを神奈川、栃木あたりと一緒になって攻めたいなと。いう、青写真ですね。そのためにはね、兵力が全然足りてないんで、まずは兵力をしっかり入れていきましょうというところですね。で、各艦隊の方、各師団の方なんですけども、今、演習を行わせているんですが、指揮統制率がどうしても低いので、これをね、しっかり上げていきましょうということで、将軍、これにはふなっしーを据えて、師団長にはチーバくんと、名もなき男を入れてます。というわけで、ちょっとね、この後しばらくは、この状態が続きますので、早送りしちゃいますね。
で、ちょっと時間をバーッと進めてきましたので、まずは、研究ですね。支援下記が完了したので、次入れていきたいんですが、今、1936年2月入ったばかりなので、この後ね、何を入れていくかっていうところなんですが、支援中退、これもね、ちょっと2を入れるのは結構厳しいので、今後、戦闘優位に進めるっていう意味では、空軍、ここもね、強化していきたいねというところで、飛行機、これをね、ちょっと作っていきたいなと思ってます。で、じゃあどれをっていうところなんですけど、2個目、次のステップに進めようとすると、ご覧のように、1940年の世代のものになってしまうので、今回はドクトリンを入れていこうかなと思っています。じゃあどのドクトリンを入れるのっていうところなんですけど、戦略的破壊、戦場支援、作戦整合性、まあ、この3つの中からどれを選んでいくかっていうところになるんですけど、まあ、1つを選んだら基本的にはそれをね、ずっと進めていくっていうことになるので、一番下の方のね、内容を見て決めていくのがいいんじゃないかなと思ってます。じゃあ、左から見ていくと、航空優勢、これが上がりますっていうものだったり、戦略爆撃っていうものであったりと。で、一方では、迎撃時、つまり、敵とね、戦うときっていうことになりますけど、そこを上げるっていうのと、あとは爆撃機の防御。これは機体の防御力を上げるっていうことになりますね。で、内容的には上から見ていくと最終的に一番下に行き着くんですけど、じゃあ真ん中ぐらいはどうなのっていうのを見ると、一つが迎撃作戦効率がプラス20、続いて制空作戦効率がプラス20、こっちは15で、エースの発生確率が上がりますっていうものがついたり、あるいは戦闘による補足が20っていうところですね。なので、何をね、一番最初に入れていくかっていうのは本当に悩ましいところなんですけども、まあ、今回は、まあ、今後、まあ、敵、想定している敵が、まあ、茨城であり、埼玉であり、東京でありっていうところなので、まずは、いわゆるその空母を使った戦いっていうのは念頭に入れなくていいのかなと思っているので、まあ、それをね、まず除外していきましょうというところになると、何を選べばいいのかというところですね。じゃあ今回は戦場支援、これでいきましょう。で、陸軍の支援を行わせていきます。じゃあ陸軍の支援をするために必要になる飛行機をちょっとね、用意していきましょう。近接航空支援、これでいきます。これをね、作って配備していきましょう。で、そうすると資源不足で鉄が不足するというところ、あるいはアルミが不足するっていうところになるので、アルミをね、仕入れていかなきゃいけないんですが、できれば地続きのところがいいので、地続きのところで言うとどうだろうな、しかも余っているってなると結構アルミみんなカツカツだね。アルミに余裕があるところは、東京は余裕あるね。東京とはしばらく仲良くする予定なんで、東京から仕入れちゃいましょう。ではまたね、時間を進めていきます。で、過酷な通勤風景ということで、まあ、これはね、もう誰もが苦しんでいる内容だと思うんですけど、大都市周辺の通勤ラッシュ時間帯の列車は常に人であふれている。毎日通勤列車に揺られる日々を繰り返す通勤者は就業前から疲労の色を見せている。ある時は痴漢被害、ある時は痴漢冤罪の温床になっている。これらをどうにか解決できないだろうか。まあね、ちょっと痴漢に間違われるとか最悪ですよね。まあ基本的に僕はカバンを、まあ胸の前で
抱えるようにしているので、手をね下に下ろしたりとかっていうのはしないように一応気をつけてます。まあ疑われたくもないので。でどうするかなんですが、列車の運行本数を増やす。いやーでもね、もう過密も過密ですよね。僕の住んでるところは朝の通勤ラッシュの時間帯って3分に1本とかなんで、もうちょっと厳しいかなと思いますよね。でもうホームの長さもね、まあもうどこそこの駅だけホームを長くするんで、列車のね車両数を増やすとかっていうこともできないと思うんで、ちょっと難しそうですよね。女性専用車両を設ける、もうこれやってますよね。男性と女性それぞれの専用車両を設ける、これいいんじゃないの。ちょっと男性専用車両になっちゃうとつらみもありますけど、いやーこれはもう男女それぞれに専用車両を設けよう、政治力プラス50だし間違いないでしょ、うん、男性専用車両女性専用車両に関する賛否はね、ちょっとコメント欄の方でいただければと思うんですが。で国家方針のですね、陸軍の方の方針が完了したので次に進みましょう。で国家方針の方ですね、千葉県の国家方針の方なんですが、右の方をたどっていくと、まあ、さっきね千葉の陸軍海軍のところ見ましたけど、続いてというところで言うと湾内に特化、さらに訂正、まあ、これは民主制と訂正のどちらか一つを選べますという内容ですね。で訂正にすると最終的には陣営に福島を招待できるんだ。これ悪くないよね。茨城とでもそうなるとどうなんだろう。最終的な目標をしっかり決めた方がいいよね。最終的には福島を陣営に招待したい。ただ福島の政代がファシストであることが条件でしょ。こんなの無理だよね。訂正にするのか民主制にするのか、どっちがいいんだろうな。本当に悩むな、ここ。まだここの結論出すのはちょっと先送りにして、先に、慶応工業の化学工場の獲得か、砲兵の注力、まあ確かにね、今、師団編成で言うと、砲兵結構、しっかり入れてるんで、研究ボーナスつくと、砲兵の強化が早くできるっていう旨味はあるんですよね。で成田に航空基地2個を得る、これもね茨城と戦争するっていうのを念頭に考えると航空基地を2つ得るっていうのはマジででかいな。ただ今すぐ戦争するわけじゃないんで、ここは先に砲兵で研究ボーナスを得て、砲兵をちょっとね、1つレベルを上げた後にこの成田空港の拡張だったりっていうのに入っていくといいですよね。じゃあまずはその段取りで進めるとして、一旦は慶応工業の化学工場で建設スロットをもらっちゃいましょう。で、さらに市原工場と進んで軍事工場をどんどん獲得した後に、砲兵の注力で、研究ボーナスを得ながら研究をここに当て込んでいくっていうのが一番、タイミング的にフィットしそうなので、そういう形にします。じゃあ軍事工場ですね。3つ使えるので、まあ、飛行機作っていこう。で、せっかくなんでね、師団は入れていきます。千葉くんのところに師団を入れましょう。
はい、というわけで国家方針はね、今定めた内容でしばらくは進めていくというところになると思います。でまたここで研究が完了したので、次の研究どれにするか決めていきましょう。で今1936年の3月というところまで来てるので、何を入れてもいいのかなっていうところですね。生産効率上限10、これでかいよね。改善型工作機械、あるいは集中工業か分散工業かというところですね。で、建造のところでいくと、建造速度のボーナスが得られるものと、あとは、まあ、人工石油はちょっと今はいらないかなって感じですね。そうなると建造速度を上げるか、あるいは分散、あるいは集中工業を入れるか、まあ、ここは生産効率だな。253日、いやでもね、253日って結構きついよね。となると生産効率ではなくて生産量が上がる集中工業にしましょう。これで最大工場立地数がプラス 20% で、生産量がプラス 15%、造船所の生産量がプラス 10% のボーナスがつきます。であとは並行してっていうところではないんですけど、要塞をねちょっと立てていきたいなと思います。この茨城との国境には要塞をしっかり作っておいて、まあ、ちょっと順番的にどうなのっていうのはあるんで、一旦生産、いや建造の旧ラインには入れましたけど、軍需工場とかをねやっぱ最優先には入れていきましょう。しっかりとまずはね茨城を千葉県の勢力圏内に入れ込んでいくというところからですね。あとは徴兵と配備で、新しく編成を入れます。戦車手段をここでようやく入れていきます。ちょっとね漢字が入らないんで一旦戦車にしておいて、後でこっそり変えておきます。でこれを戦車に変えていきたいけど、ちょっと待ってね、戦車に変えられない、変えられるね。これでいいでしょう。40を使って保存しちゃいます。でもちろんすぐに兵員要請します。これでね戦車手段が新しくどんどんね作られていくので、この戦車を使って陸軍を進めつつ空軍の支援を受けて先へ先へと領土拡大の野望を持っていきましょう。まあ、ただね、これちょっと見てると、国際緊張度が全然上がっていかないんですよね。なんで、外交を見てみ、おいても、例えばね、この茨城に対して、何かをしようとしても、ちょっと厳しいというか何もできないので、もしやるのであれば、国家方針をうまく利用するしかないのかなというふうに思ってます。まあ、例えば茨城に対して、龍ヶ崎で、領土を主張すれば当然、茨城との関係が悪化するというところになるので、ここはね将来的には
国際緊張度が上がってこなければ国家方針をうまく利用するしかないのかなというふうに思います。で、生産ですね、研究ですね、研究が軽戦車1個終わったので次に進めましょう。で、生産している内容も旧式の戦車からアップグレードしましょう。はい、ではちょっとね、時間を潰し潰しというか早送り早送りしながらというところで、動画の内容自体はね少し短めになってるかと思うんですが、今回はじゃあここで終了させていただいて、次回ですね、また内政面やっていきたいと思いますので、ちょっとあれが足りないよとか、このままやってるとまたいつも見たく最終的に戦争に負けちゃうよとか、あのお気づきの点とかアドバイスがあれば、ぜひぜひ動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思いますので、ぜひぜひ皆さんの生温かい応援をお願いしたいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。